何？わあがががががが。痛い。待って、今のバックマネなかったか。しょうがない。あがががが、あ、危ねえ。マジでやられるところだった。もう、こいつ、強い。行って。あいが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 い。もういい、もういい、もういい、もういい。待って、今度はあれか？あれだ。はい。はい。いけ。もう倒せ。オッケー。もう。もう、こうしないと勝てんから。もう、こういうのお土産アイテムなかったら、もう、済んでたわ。わ、次、HR の D さん。こいつもサブチャンネルで倒しましたね。はい。ガシャン。そう、こいつもね、第二形態まであるんだよ。で、はい。目からビームが出るから、はい。おい。こう来て、で、今度は、ああ、ミサイル。何？ああ、暴れる。いけ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 。はい、またミサイル。こういうのは端っこにいれば安全なんだよ。オッケー、ああ、あとちょっとだったのに。また暴れる。ああ。オッケー。で、第二形態。もう本当に何なのこいつ。なんでエクスターモードに登場させた？待て、狭いって。あのね。俺に安全をください。待て、ああ、暴れるのね。痛い。待て、無茶しすぎた。何？ミサイル。で、目からビームで、炎がブワーン。もうそもそもこいつもね、ウィーバンにもいますから。はい。逃げろ。おい、おい、おい。あらららら、ガガガガガ。あ、ここにいれば大丈夫か。オッケー。素晴らしい。うん。怖いなぁ。よし、もうこれが最後のトマト。次はローアエクストラ。はい、もう魔法エピのところからもう固定なんかな。もうこれとかもう絶対固定だね。はい、次。もうここはね、もう前々回やりましたから、パート30の時に。待って、赤3連発。で、今度は青3連発。ああ、ここでバリアを張る。で、なんだっけ？で、もう一回バリアを張って、こっちに突進してくると。じゃん。
まあ攻撃パターンは一緒だから、まあ慣れてしまえば簡単だと思うけど。オッケー。オッケー。あ。待て。ああ、こっちはデトックスしてくるのね。オッケー。はい、こっちに戻ってくる。正々堂々勝負をしたいのか、こいつは。行って。で、今度は黄色。あがががが、今度はこれか。マスト。ゲゲ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 。待て、こういう時は一旦攻撃をしない。いて、もう。はい。もう攻撃ができない、これだと。で、今度はこうやって。はい、戻ってきた。あ、オッケー。よし。次だ。次何かな。 HR の D さん終わったし、次がマホロア。え、マホロアが残り4戦のボス。待って、こいつさ、ウィー版では確か残り2戦で出てきたやつじゃね。その後にマホロアソウルだった気がする。あれ、ウィーデラでは違うんだね。けほらー、よし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 、オッケー。まあ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 、もうパターンは読んでる。もう特別に何か変なことをしなければ俺は勝てるんだ。待って、一旦逃げろ。待て、これは絶対にこうしないといけない。そう、これね、マホロアの下のところにいてもこれ、爆発、これ、ビームに巻き込まれるので。ビーム？まあ、正確にはマホロア砲か。何？いけ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 。この攻撃は、もう隙があるからね。いけ、危ねえ。オッケー。マホロア EX 倒しました。問題はこっからだ。うわ、こいつ、あったな、ウィーバーの神格にも。もうウィーバーの神格にもおるんだよね、こいつ。待って、せっかくなので、もう体力をこう、待って、現金ドリンクで足りる？これ。ほい。オッケー。とりあえず体力満タンで挑もう。危険だからね。うわ、こういうのあったね。ギャラクティックナイト。ダン。待って。ちょっと待って、こいつ何の攻撃をしてきたっけ？待て。やばいって。ああ。いけ。ああ、危ねえ。はい。こうきて。ああ。もうこの攻撃は読めるんだよ。いや、それが知らねえよ。オッケー。もう問題はこっから。はい、待って、 BGM が違くね。
待て、Wii 版と絶対違うよ、この BGM。何？あー。剣からビームが出てきたよ。わー。もう画面の9割。撃ってきたよ。あー。これは避けないといけないね。いって！ちょっと待て。はい。まあこれはさっきのクラウンドローパーにも似てるね。いて。よし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 。なにやがが回転切り。あががががががが。でもこいつも残り体力が少ないぞ。オッケー。怖っ。怖いわこいつ。次はなんだ。マスタークラウン。待て、もうマキシムトマト使います。待って、大丈夫だよねこれ。はい。大丈夫かこれ。もうマスターくらいもうマジでこいつも攻撃できるチャンスが少ないからな。はい、来いよ。もう攻撃パターンはわかるんだ。待って、なんかこれをこいつをカービィで倒すとなんか違和感あるな。待て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 、なんだっけ。あーで、ドーン。おい、オッケー、よし、残り体力半分。くー、それか、あー、え、どっち、こっちか。待て、ていうか、なんでマスタークラウンが木になるんだろう。いて。なんだ？あ、これ走ればいいやつね。もう攻撃パターンをしっかり読んでくださいよ、俺。いけいけいけ。なんだ？あー。待って、こいつ時間経過で消えないのかな？あー、消えたわ。あ、やべ。あー。これ画面端に寄ってけばよかったか。なに？あーががががががが。あー、これね。待て、それは知らない。それは知らないよ。ちょっと待って。マキシマトマトを食べます。はい。まあ一応ね、クラッカーとかバルーンボムもあるけど、まあこれはね、使わない。こういうアイテムは使わないよ。俺は。はい。いや、それはわからんって。なんだっけ？ああ。ああ。待って、マスタークラウンもあとちょっとなのに。待て。オッケー。怖っ。オッケー。マスタークラウンが、マスタークラウンを倒しました。よし、ラスト、マホロアソール。待て、これ元気ドリンクだけで足りる？これ。ほい、いけ。
OK。よし、じゃあ、運命のラストバトル。マホロアソール、緊張する。いくぞ。よし、ちょっと BGM が聞きたいので俺一旦無言になったんですけど、うわぁ、待って、いきなりこんなのやってきたっけ。待て、なんだこの背景は。待て、この背景じゃなかったよ。 OK、 いけー。で、ここはいけー、 OK、 素晴らしい。いけで、ドーン。うわぁ、待って、範囲が狭い。あ、元に戻った。待て、うわぁ、なに、もうブラックホールが2つ。ちょっと待て、こいつ明らかに強化してるって。待て、逃げるんだ。待て、敵もなんで巨大化してんの。ほら、倒せ。待て、あー。オッケー。あぶねー。今巻き込まれたかと思った。何？あー。トゲが刺してくるのね。待って、この BGM さ。待て、これスターライズにもあったんじゃなかったかな。それをウィーギャルにも、オッケー。倒したけど、あ、リンゴだ。とっとこう。リンゴも、取れるのはかなりでかい。うわぁ、また出るね。待って、スペシャルか。うわぁ、なに？で、逃げろ。オッケー。怖え。待って、目を失ってるんだか、こいつ。なんだよ、これは。で、今度は、これか。なに？あ、行って！待て。おー。おー、ここなら巻き込まれない。これ、多分これアーマーじゃね？待って、アーマー、これ、エクストラモードには使われなかったよ。で、今度は、ビーム、ミラクルビーム。今のうちに攻撃だ。うわぁ、待って、3つになった。ちょっと待って、これ、避けるのむずくない？オッケー。今の当たらなかった？オッケー。何？待って、縦と横？待て。ここなら多分大丈夫だろ。いけ。うわ、画面逆転。リバースワード。待って、これはきつくないか？待て、これ避けるので精一杯じゃんじゃねえか。うわ、ここで、ウルトラソード。待て、BGM に紛れて何か聞こえるんだけど。いってね。もう氷の床面。はい。あ、元に戻った。いけ。いけ。待て、それはわからん。待て。コピー能力。待て、スピア。オッケー。何？ドンってきて。はい、また行ける。オッケー。待て、またこれ？もう、
ここしか安全場所がない。でもこいつ高いな。明らかに1段の時よりは絶対高くなっている気がする。待って、またこれ行って。もうここにおびき寄せてから、オッケー。待て、行け。もうちょっとだ。また画面逆転。で、今度はこれか？行け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 。オッケー！素晴らしい。マーコロはソウルを倒しました。うわ、もう明らかに強化されてた、もう。おー。あ。そして、もうこいつも去ったか。はい、これで。はい、優勝！38分59秒96。もうほぼ40分ぐらいかかってる。いや、もう本当にお土産アイテム使わないと無理だよ、これは。マジで。はい。もうほぼ40分ぐらいかかりましたね。進化。はい、進化と応援の道で EP 以外もカービィ以外を選べるようになった。メインモードコンプリート。メインモードをコンプリートしたご褒美に、金のカービィのなりきりお面をプレゼント。おー。お、そして、来た、カービィマスター。わ、こういうのあったね。わ、これで、終わりか。そう、こういうムービーが流れたということはもう本当に、完全クリアということでよろしいか。そう、あの4人で、あの、一人だけ黄色いカービィがいるっていうね。はい、これで、はい。全クリアの称号、シアタールームにカービィマスターが追加されました。はい、来たー。すべての曲が聴き放題、サウンドルームに新しい曲が追加されました。はい、これで、達成率 100%! はい、ということで、もう 100% になったということで、今回で星のカービィ Wii デラックス最終回にしたいと思います。はい、これでストーリーモード100、エクストラモード 100%、マホロエピローグもクリア、で、格闘への道、新格闘への道クリアと。で、この音楽が流れて、右上のカービィに王冠がつければ完全クリアとなります。ということで、いやー、初めてカービィを実況しましたけど、面白いゲームですね、やっぱり星のカービィ Wii は。そもそも Wii 版自体が、マジで面白いゲームなので、ぜひ皆さん、Wii デラックス遊んでみてください。マジで面白いんでね。はい、ということで、パート33かけて、プラスサブチャンネルで3本、で、合計36本になった星のカービィ Wii デラックス、今回で終わりとなります。まあ、他にもね、いろんなゲームをやっていますので、ぜひ再生リストから見てみてください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。